堀ちゃんもと申します。毎度おおきに。さて本日はですね、このスプラトゥーンの初代を起動しましてですね、ワザップの検証やろうかなと思います。で、あのワザップってね、裏技が自由に書き込まれてるサイトなんですけど、普段ねスプラトゥーンするでこれのその中のこうガセネタがあるんかどうかみたいな検証をね結構やってるんですよ。なので今回こう珍しくこうちょっと初代スプラもね一応ワザップと書き込みありますんで、その裏技試していこうかなと、ただそれだけの動画でございます。さてまずはロビーにやってまいりました。最強スーパージャンプ。キツでしたらすいません。ダイヤイカ使いながらスーパージャンプするだけです。結果死なないし相手を驚かせれる。いやこれね、初代ダイヤイカ使いながらスーパージャンプできるらしいんですよ。これまあ初代詳しい人やったらまあ当然かもしれないけど、ちょっと自分知らんかったんで、これちょっと試してみたんよな。え、わからん、ちょっとスプラ3ってさ、テオイカ使いながらスーパージャンプってでけへんよな。見たことないもんな。じゃあちょっと試していこう。まあダイオウイカって当然無敵やから、こう無敵中に飛んでこうなんかね、あの着地からえると思ったらダイオウイカのまま空から降ってくるみたいなことがある。あ、すごいすごいすごい、集まったやん。早いな。早っ。さあ縄張りバトル、まあ果たしてねダイオウイカ使いながらスーパージャンプができるのか。これがガセネタの可能性もありますよ。皆さんこう忘れてた、これダメ、これ書き方がねちょっとガセネタっぽくないから、そんな信用しちゃダメですよ。ワザップのことなんか1ミリも信用したらあかんねんから。さあいいですね、チーターもいなさそう。やっていきましょう。多分塗るとこかぶってんねん、青と。なあ、さあ溜まった溜まったよ。ほんでこう使ってジャンプ。あ、ほんまや、すげえできるやん。で今回ね捨てジャンつけてないんですけど、それでもやっぱり着地した時に無敵やから狩られないっていうね。すげえ狙われてるんですけど、ちょっとねスーパージャンプしてる時間がさ、ちょ長すぎてだいぶ時間もったいないよな。ダイオウイカのこの有効時間をだいぶ使ってしまってんのよ、ジャンプ中に。いくよ、こうジャンプで狩られると思いきや実は狩られません。今キンって言いましたね。ほら狩られないんですよ、これです。おっ、なんかに、オッケー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 。いやー、そこ足場ないのなあ、教えといてよそれは。なるほどね、ダイオウイカでジャンプできんねや。まあ俺初代も結構やったんやけどさ、ダイオウイカなんかあんま使ったことなくて、ずっとねスピコラかスシコラ使ってたから知らんかったよな。あ、ギャ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 。さあもうそろそろもう一回溜まるよ。さあ3回目いきますよ。これさあ来ました、こう。さあ狩られないんですね。痛いよ。まあやっぱ使ってみて、やっぱさっきも言ったけど、だいぶダイオウイカの時間がもったいないね。だいぶ減っちゃう。まあ、だからあんまり使ってる人いなくて見んかったんやな。スーパーセンサーついたね。うわー強くいぼ。そのくいぼ2発なん強っ。さてお次はヒーローモードにやってまいりました。スパショをチーターのみに連射する裏技、過去ヒロモ限定。1、Wii を持っている。2、スプラトゥーン初代を持っている。3、ヒロモでボムを2つ以上解放している。4、十字キーでボムを高速で切り替えながらスパショ連打、結果スパショが撃てる。あーなるほど、これ今ボムをこう今切り替えてますよね。ペッ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 、これを切り替えるたびにこうなんかクールタイムがこうなくなって、ポン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 でスパショが撃てるってこと。これどこでスパショ撃てんのこれ。だからそもそもボムって2つだけなん。あ、ボム追加あるわ。あ、しかも10やん、追加しとこうよ。いやん、あ、なるほどね。あ、3つ、最高3つや。ってことはまあこれで十分ってことやね。オッケーオッケー。ステージ変えといてほしかったな、探すのめんどくさいやん。あれやろ、なんかあのスーパーショットの缶詰が必要やろこれきっと。はいはい、1の1なかった。どこにあんの。あ、あった、あれや、ここタコトのやつちゃう。そやな、もずくの方やな。あ、ここや多分。オッケー、ここにね、どっかにスパショが落ちてるっぽいね。だそれを持ってこう試せばええっちゅうことよ。こう練習しとこう。切り替えながらこうやって連打すればいいねな。こうやってバーってやればいいってことね。オッケー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 。ええねんお前なんかと。ボタン違うやんけ。なれへんボタンが、邪魔邪魔邪魔。甘いやん真ん中、あっちかな、あーこれかな。おー、ミステリーファイルや。やったね。
できるだけやっぱりね、敵倒さずにこうスパショでやりたいから。これか、来た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 、行くよ、もうシミュレーションシミュレーション、行くよ、こう行って打ちながら切り替える、行くよ、うわーすごい、おおすげえ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 、もう一回やりたい、ちょっと待って、もう一回やらして、あ、これ別にあれか、倒さんでいいんや、たどり着けば損でいいんや、なるほどね、オッケーオッケー、ごめんごめん、もう一回やらして、もう一回やらして、ちょっと真ん中でちょっと分かりやすい位置でやろう、ここやな、オッケーオッケー、これ拾って、これ拾って真ん中行こう、いくよ、おおおお楽しいさてお次はカスタマイズ画面にやってまいりました。1. カスタマイズ画面に行く。2. 頭の毛を色眼鏡にする。3. 色眼鏡が反射している背景をよく見ると、結構デカライン効果者が見える。デカライン効果者はスプラ1にしかないステージなんですけど、それが見えるらしいです。やってみましょう。色眼鏡持ってますでしょうか。まあけどね、ギアはほとんど持ったはず。あ、これや。OK。で、で、なんかアップとかなかった？アップとかなかったですっけ？アップとか、あ、違う違う違う。アップとか、あ、ないらしい。アップないねんて。あ、回転はできるわ。あ、よう見て、よう見て。メガネの中よう見て。よう見て。何が映ってる？何が映ってる？なあ。何が映ってんのあれ。え、あれデカラインなん？わからんわ。これわからんて。そうなんや。ああ、まあ、けどこれが仮にガセネタやとしても俺は一切気づかれへんわ。ごめんな。さてお次は広場にやってまいりました。10秒で超簡単新ハイカラシティ脱出。ロシア、ベネチア、こんにちは。ああ、なんか言い心地がいい。今回は例の広場脱出バグの新しい方法を2通りで紹介します。1、広場の後ろで立ち話する二人がいるパターンを引く。おお、なんか、気持ちよくなっちゃった、今。立ち話ってなった。に、間に挟まり、キャラ、カメラ、ともに網戸側を向く。3、正面の人にびったりくっつく。ここから二通りに分岐。4の1、スティックをホクホク塔に傾け、超高速連打。4の2、壁と完全に平行になり、死んだけ以下になる。ZL を弾くように押すといいと思います。結果、あのバグを君の手に。これね、昔やったことあったんやけど、これどっちでやったんやっけな。まあ、今、まあ、ここにね、まず人がいるパターン引かないといけないんで、まあ、それ出るまでやるんですけど、前どっちでやったかも全然覚えてへんな。あ、これやこれやこれや。このパターン引くねん、まず。で、まずこのアミーボの方向くねんな。うん。間に挟まってアミーボ側を向く。はい。正面の人にぴったりくっつく。あ、こっちの人にね。はい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 。くっついてます。スティックをホクホクと、北北東、あ、この辺ね。あ、はい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 。この辺、はいはい。傾け。超高速連打。あ、イカをこう。こういうこと？あ、これじゃなかったんだけど。やったん？これじゃなかった。うん。これか、もしくは、壁と完全に平行になり、うん。一瞬だけいかないで、こう。まあ、どっちでもいいや。ちょっと一旦抜けるまでやってみようか。あ、このスティックを北北東に向け超高速連打。これ多分こっちじゃなかったから、これで試していこう。画面騒がしてしゃあないだ。ごめんな。こうしようか。こっちはまだマシやな。うん。あー、連打連打連打。すごい連打、すごい連打。すごい連打。過去一以下連打してる。あ、やばいやばい。すごいすごいすごい。もう、あ、すごい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 。連打しすぎて、連打しすぎて、もうなんか別の生き物みたいになった。別の生き物みたいになった。もう。ああ、いけた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 。すごい簡単やん。2個目のやつやわ。ZL を弾くように、この一瞬にポッと押すと、めっちゃ簡単に抜けれた。すごい。すごいやん。すごい。あーろ！思ったように奈落がすぐそこにあったわ。まあけど、この方法やったら多分すぐ抜けれんじゃん。すぐ抜けれたもんな、さっき。ん？できんくなった。
さてお次はロビーにやってまいりました。イカラジオを聞きながらイカジャンプ。イカラジオの再生ボタンを押します。イカラジオの再生ボタンを押した後、曲が始まるまで間があります。イカラジオの曲が始まる直前ギリギリでプラスポーズを押します。ラジオの途中からでもできるので、失敗したら何回かやってみてください。イカラジオをポーズ画面で開けたらイカジャンプに切り替えます。イカジャンプ、イカラジオはバトルの対決で楽しめるゲームです。イカラジオを聞くにはイカの編み物のミッションをクリアする必要があります。イカラジオを聞きながらイカジャンプがプレイかな。もうこれ初代やったことのない人にはもう何のこっちゃ分からへんけど、あのマッチング待機中にこれゲームで遊べんのよ。うん、でゲームで遊ぶかイカラジオってこう音楽を聴くか、まあどっちかしかできへんねんけど、今回イカラジオ音楽を聴きながらもゲームができるらしい。俺どっちもできんねんて。やってみよう。でこれ今回ガチマッチ、これマッチングしないんで、こう一生ね、こうなんか待機中になるわけですよ。うん、ってことはこう いつもこうイカラジオをね、こう永遠にできるっていう話で、まずね、ちょっとすいません、あの本当にこれ最後の裏技やからほんまに申し訳ないねんけど、あの手元の画面なんよこれ、パッドの画面でやってるんで、皆さんは音のみでお楽しみください。で、再生するやろ。まずこのイカラジオになってるから、これ ZR で再生して始まるまでにポーズを押すと、うん、あ、変わった。あ、そういうことか。 OKOK、 マッチングした。え、うせやろ。 S プラスマッチングすんの。うわ、ガチエリア始まった。これはこれで嬉しい。よっしゃ頑張ろう。これね、なんかあの なんやっけ、ここ僕のやつ、おすごい離れたところに2エリアあんのよ。すごない？今じゃ考えられないポジションのポジショニングになってます。いた、何、まずい、まずい、いやーダメだ、あと数カウント、これは厳しい、かー無理だ。クソ捨てやないかここほんま。なんやここマジで。俺は別になんかこのガチマンをやりたかったわけじゃないねん。いや別におもろいねんけどな。うん、イカラジオ、はいスタート、流し出す、はいスタート押す、違うな、スタート押す、はい流し出す、スタートす、流れない、むずっ、むずい、めっちゃむずい、バリシビアやで。めっちゃシビア、これ無理や。できんのこれ。もうクソ捨てえて、もう、いや遅いねんな。ここ、あ惜しい、今の、あー遅い、じゃあもうでけへん、もうええわ、もう。もうええ、終わり。